次の演奏したのはトッカータという曲なんですけど、トッカータ、イタリアで言うと、イタリア語はトッカータ、触る、触れるっていうことで、まあ、この、まあ、この不思議な楽器に触ってみよう、まあ、そういう楽曲なんですけれども、この楽器に一言だけ説明なんですけど、この、リュートという楽器は、もともとは、中東の、まあ、ソリトの辺りにあった楽器、ウードという楽器が、ヨーロッパに来たのがリュートです。でシルコールを渡って日本に来たのがビワに、ビワと姉妹楽器なんです。で、これは特に14本弦がありまして、で、とても低い音が出ているのが特徴です。最初の6本はギターの下で、いろいろハーモニーになるんですけれども、それから下が、一オクターブの低音が、というような感じになります。で、今からやります。トッカータなんですけれども、いろんなハーモニーが、登場します。で、ハーモニーは登場するんですが、メロディーは登場しないんですね、ほとんど。どうなるかというと、メロディーというのはどっちかというとこう話の筋みたいなものなんですけれども、ハーモニーはこの雰囲気みたいなものですね。なので、まあ、雰囲気が、まあ、暑いとか寒いとか悲しそうとか、そういう雰囲気がいろんなこう羅列していくので、少し夢みたいな雰囲気があると思うんですけれども、うん、その話の筋は皆様で、ご自由に想像しながら聞いてみてください。